2月の3週目のニュース項目は、地震、森発言、トランプ前大統領の弾劾裁判、コロナ禍などが多かったですね。この週の数字はどうだったか見てみたいと思います。ニコニコ再生数はアフメットさんの出演した木曜日が1位、2位が金曜日、火曜日は3位となりました。ただコメントは火曜日が1位を取っていますので、ニコニコに強いという評価は変わらなさそうです。ちなみにこの回のトラ8火曜日は、富士住宅訴訟問題、虎ノ門ニュース&テキサス親父、ブルーリボンバッジつけたら入廷不可は、事の顛末がどうだろうとおかしいと思うという動画にしています。週間再生数3万159、コメント73,375は両方とも今年最下位となっています。観客1位が金曜日17人、2位が火曜日11人、3位が木曜日となりました。こちらも有本香里流 BTO を森発言についてマスメディアがネット民に責任転嫁、視聴者の回想道という動画にしていますね。週間観客42名は今年トップです。公式ホームページ、大高会が今年2回目の公式1位です。 YouTube 再生数は最下位でしたが、一定の応援の声がありそうだと思いました。ただし公式ホームページ1週間 11,375 は本年度最下位です。オープンレック、こちらは月曜日が強いイメージでしたが、金曜日も伸びてきたのか3,326で1位です。週間合計 15,937 回は今年トップです。トラ8の数字は落ち傾向にありますが、オープンレックは持ち直しているのかもしれません。 YouTube、トラキントリオが184万7916回再生で、また高評価19,000で共に1位です。この回はトラキントリオ復活、須田慎一郎さん金曜日に帰ってきましたよという動画にもしました。ただ高評価率は大高会が 1.46% と他よりかなり高いです。低評価も大高会が1位ですが、低評価率はトラキントリオと同じ 0.08% です。週間合計538万3176再生はトラキントリオ週としては最下位となります。総合政治系チャンネルでは、虎ノ門ニュースが圧倒的な数字を叩き出しているとは思います。ですがそれでも減少傾向なのは印象的です。ただこれはトラ8だけでなく、政治関係のチャンネルみんなそうかもしれません。私のチャンネルも減っていますし、他のチャンネルを見ても大統領選の時期に比べたら少なくなっているように見えます。主に大統領選では視聴者がいろんな可能性を模索するために、普段見ないチャンネルも含めて情報収集していたけど、今はその熱が冷めたんじゃないかなと思います。私も今思えば大統領選疲れがある気がします。この隙にしれっと反日的な動きが加速しないように注意しないといけませんね。健康くんは疲れた機会に動画作りもやめればいいんじゃないの。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。